富士見二丁目公共楽団は秋月公原作の BL 小説である。挿絵は西恵子と後藤星。角川ルビー文庫より出版されている。角川ルビー文庫の中では最長のシリーズであり、その売り上げは累計400万部。略称は富士見。ドラマ CD および映画化もされている。2012年8月から9月にかけて刊行された。 上下感を持って完結した。現在は、外伝が観光されている。1994年6月、東京近郊の住宅地、富士見町に拠点を構える、町内楽団、富士見市民公共楽団通称富士見に、新しい常任指揮者、霧の陰景が現れた。富士見のコンサートマスターを務めるバイオリニスト、守村、勇気は、景の傲慢で、高飛車な態度や、 弾員の実力以上の成果を求める、厳しい指導方法に反発を覚えるが、藤見は、K のカリスマ性と、天才的な指導力によって、次第に上達していき、これまでにない盛り上がりを見せていく。天才との差を見せつけられたことにより、プライドが崩壊し、さらには、憧れの女性である、川島夏子までもが K に惚れていることを知った勇気は、嫉妬と、苛立ちから、 不死身をやめると宣言。だが、K はその言葉に激行し、タンホイザーの CD を大音量でかけた部屋で、勇気を激しく凌辱する。実は、K はゲーであり、ナツコではなく、勇気のことを以前から愛していた。男に犯された屈辱と失恋のショックであわや、発狂しかける勇気だったが、ナツコの取りなしなどによって、K の謝罪を受け入れる形で一件を不問にし、 二度と、合間などしないという K の言葉を信じて、お互い表面上はこれまでと変わりなく、不死身に参加することに決める。この件が、きっかけとなり、K に嫌悪感を抱きながらも強く惹かれ始めた勇気は、様々な事件の末に、彼の愛情を受け止めて、恋人同士となる。愛し合い、時に反発しながら切磋琢磨していく二人は、 やがて、日本を代表する若き音楽家として成長していく。1994年6月、東京近郊の住宅地、富士見町に拠点を構える、町内楽団、富士見市民公共楽団通称富士見に、新しい常任指揮者、霧の陰景が現れた。富士見のコンサートマスターを務めるバイオリニスト、守村、勇気は、軽の傲慢で、高飛車な態度や、 弾員の実力以上の成果を求める、厳しい指導方法に反発を覚えるが、藤見は、K のカリスマ性と、天才的な指導力によって、次第に上達していき、これまでにない盛り上がりを見せていく。天才との差を見せつけられたことにより、プライドが崩壊し、さらには、憧れの女性である、川島夏子までもが K に惚れていることを知った勇気は、嫉妬と、苛立ちから、 不死身をやめると宣言。だが、k はその言葉に激行し、タンホイザーの CD を大音量でかけた部屋で、勇気を激しく凌辱する。実は、k はゲイであり、ナツコではなく、勇気のことを以前から愛していた。男に犯された屈辱と失恋のショックであわや、発狂しかける勇気だったが、ナツコの取りなしなどによって、k の謝罪を受け入れる形で一件を不問にし、二度と、 合姦などしないという K の言葉を信じて、お互い表面上はこれまでと変わりなく、不死身に参加することに決める。その頃不死身では、コントラバスの担当者が一人抜けることに。残ったのは、K も見放すほどの音楽性を持つ八坂という男一人。八坂の音楽への姿勢を、結城自身も疑問視するものの、コントラバスを失いたくないという思いで自ら、名乗り出て、 個人レッスンを引き受ける。さらに、K からの提案で K の部屋をレッスンする場として、提供してもらうことに警戒しながらも了承し、いざヤサカのレッスンへ。が、始めたもののヤサカの音楽性を目の当たりにして心が折れかかる勇気。そこに、ヤサカの間の手が。このファンの間でも一大事件として、有名になる、ヤサカ事件を乗り越え、勇気の中で、 本人も気づかない K への気持ちに変化が現れ始める。だが、その事実に目を背け続ける勇気と K は再び衝突。泣きじゃくる勇気に、K は自分の感情を抑え勇気の味方でいることを誓う。声優の表記は、MM 版が、マガジンマガジン版、ドラマ CD、および OVA での演者、ソニー版が、ソニーミュージックエンタテインメント版、イメージアルバムシリーズ。 およびライナーのオーツミュージック版企画 CD、TS コレクション、およびコロンビアミュージックエンターテインメント版、イメージアルバム、雨の歌を君に、での演者、コロンビア版が、コロンビアミュージックエンターテインメント版イメージアルバム、ロングアゴー、での演者となる。なお、演は、実写映画版での俳優。コミカライズ、公式導入シアンソロジー、OVA フィルムコミック、不死身二丁目。 公共楽団シリーズ関連前線コンダクターは2012年3月3日にシアターイメージフォーラムにてレートショーを公開。その後、大阪、シネヌーボ X、名古屋、シネマスコーレにて順次公開された。富士見町に拠点を構えるアマチュアオーケストラ、富士見市民公共楽団、通称、富士見に、芸大出身で留学を得て帰国したという、美系音楽家。 霧の陰景が新人の指揮者としてやってくる。不死身のコンサートマスターを務めるバイオリニストの上村、勇気は、初めて景に会った時から彼の存在な態度が気に食わなかったが、彼は指揮者としての腕は超一流で。ありがとうございます。